秒前で。ギノワン JCG タイム。こんにちは、宜野湾 JCG タイムの時間です。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りいたします。本日のお相手は企画調整係テリアと企画調整係宇野川と企画調整係中尾でお願いいたします。はい、宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオから生放送で午後5時までお送りいたします。皆様最後までお付き合いください。はい、私たち宜野湾市社会福祉協議会、通称宜野湾社協では、JCG の人と人とがつながり優しい町宜野湾を目指し、宜野湾市の地域づくりや、福祉の推進を行っています。この番組では、メッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。番組はネットでも配信しております。ユーストリームツイキャスで見ることができます。FM 宜野湾のホームページからご覧になってください。そして同時放送、サイマル放送もやっています。リッスンラジオというアプリで聞くことができます。こちらも FM 宜野湾のホームページにリンクがあります。スマホからでも聞くことができます。無料のアプリリッスンラジオで検索してみてください。はい、はい、そちらの方もぜひお聞きになってください。それでは今日も頑張ってまいりましょう。幸せをつなぐ宜野湾 JCG タイム始まります。ふくふくトーク。12月6日水曜日、宜野湾 JCG タイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。はい、さてこの時間はふくふくトークになります。この時間は宜野湾市の福祉や地域活動についてお伝えしていきます。まず今回のテーマは先日行われました、そうですね、チャリティー芸能公演についてのちょっと振り返りの方を行っていきたいと思います。はい、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 とか言って、そうですね、まあ、中ほどと言いますけども12月3日に、チャリティー公演が、宜野湾市民会館で、午後2時から行われました。で、私担当としてですね、今ゆいさんとか宇野川さんが持ってるんですけど、まあ、当日はですね500名余りのお客さんもいらしてまして、まあ、古典芸能から日舞でまた福祉関係団体のですね、さまざまな、披露舞台公演がありまして、無事に終わることできて、はい、ちょっとほっとしております。ほっとしております。はい、ほっとしてます。私も、まあ、昨年に引き続き2回目の、芸能公演の方にまあ、お手伝いというか、運営の方にちょっと携わったんですけれども、はい、今回スタブナインさんが、まあ、先週ですね、ゲストで出ていただいて、まあ、いろいろなお話を伺ったんですけど、やっぱり私ちょっとあまり手伝いの方をやってたのであまり見れなくって、最後ら辺しか本当に見れてないんですけど、スタブナインさんの時に結構なんかライブ状態でこう、そうそうそう、うん、こう
お客さん巻き込んでやってましたよね。手拍子とか、そうそう、ね、手拍子とか、こう手振ったりとかっていうのをやってて、うん、あ、なんかすごいと思って、なんかあんまりそういう、この会場でそういう風になってるのあまり見たことがなかったので、うん、ちょっと新鮮でした。なんか一体感があってとてもなんかすごいいい公演だったなと思いましたね、うんうん、楽しかったですね。楽しかったですね、うん、初めて関わった宇野川さんはどうでした？そうですね、なんていうんですかね、この自分結構この古典芸能とか好きで舞台とかよく見に行っていたんですけど、うんうん、なんかこの古典芸能だけじゃなくて、なんかいろんななんかこのダンスだったりとか、このスタブナインさんのライブとかがあって、うんうん、なんていうかこの前半が古典芸能で、このちょっとなんていうんですか、ちょっとお堅い感じというか、うんうん、それもなんか好きではあったんですけど、うんうん、後半のなんかいろんな方々が自由に、なんかこの自分のなんか普段のとのこの取り組みとかをなんかこの発表されているのを見て、うん、あ、なんかすごいな、いいなって思って、やっぱりスタブナインさんのライブもちょっと見たんですけれど、なんか本当になんか会場のお客さんがもう若い方からお年寄りまでたくさんいろんな方いらっしゃったんですね、うんうん、本当にたくさんいましたね、うん、ですね、だったのになんかこの皆さんなんていうんです、もう本当に盛り上がってて、うんうんうん、なんかこの前半とは打って変わってっていう感じがいいなと思って、うんうん、やっぱりなんかこのCM とかでよくスタブナインさんの曲かかってるので、うんうん、なんかそういうの聞いて、あ、みんな知ってる知ってるみたいな空気がいいなって思いました。そして何よりも宜野湾市民がいたことがそうなんですよ。スタブナインさんの宜野湾市民ですって言った時のあの、うん、わーみたいな、おーみたいなあの感じがちょっといいなと思って、うん、やっぱりなんか同じ宜野湾市民をなんか応援したい気持ちっていうのはみんな一緒なんだなと思って、すごいなんかあったかいなっていうのをすごい感じました。うんね、やっぱり結構これ44回目なんですけど、本当にまあスタブナインはじめ宜野湾市民総出のこのチャリティー公演、これまでやってきたので、うんうん、まあ、これからもまた来年も引き続きですね、こういった形でやっていければなと思ってますね、はい、うん、よかったな、うん、よかったなってなんかやっぱりでも芸能公演なので、うん、なんかこうやっぱり層が偏りそうな感じがするじゃないですか、うんうん、この見学したい方っていうのが、うん、でもそれもなんか 年々なんですかね、うんうん、あ、ちょっと私は昨年しか見てないからしか見てないんですけど、やっぱりさっき宇野川さんが言ってたみたいに、子供からお年寄りまで、うん、こういろんな世代の方が楽しんでいただけるような公演ってすごくなんかいいなと思っていて、うんうん、やっぱりちょっとやっぱり芸能とかもすごく素敵だから、うん、まあ、私も興味はすごいあるんですけど、ちょっと手伝ってるとなかなか見れなかったりして、うん、そうそう、でもなんかやっぱりそれだけじゃなくて、うん、こう若い方もまた年配の方もみんなでこう楽しんでいけるような、うん、公演ってなかなかやっぱり作る方もね、うん、難しかったりすると思うんですけど、うん、そこら辺でもう中本さんがまあ、今回の公演はすごく中心となって企画と運営とやっていただいたんですけど、その辺のなんか苦労とかって聞いてもいいですか？そうですね、やはり古典芸能と、まあ、こういったライブ、まあ、うんうん、まあ、こういった若い世代のライブとかいろんな団体さんの入れることで、うんうん、やはりその古典芸能の方々の出演も生かしつつ、うん、でまた福祉関係団体の方々のやっぱりそういった舞台の披露っていうのをうまくこう見せればなっていうのが結構、うんうん、演目を決めるときにもちょっと苦労したかなと思いますね、うんうん、それが一つと、うん、でもやっぱりこれを皆さんが一生懸命やってる姿を見たときが一番自分としても、うんうん、この皆さんが本当に頑張ってる姿を見たときに、うんうん、でまたこれを見ていただける方々が多くの市民の方が見ていただけるのを見たときに、うん、担当としてまあ、そういった苦労っていうよりもむしろ本当にもう感激したなと思って、毎回なんですけど、うんうんうん、そういった感謝の気持ち本当に改めて本当に皆さんに本当に感謝したいな気持ちでいっぱいです、うんうん、本当にたくさんの、ね、団体やまたたくさんのこの、芸能関係の方々が出てくださったので、うん、本当になんかやっぱり大所帯だったので、こっち側の運営側というかこの準備とかもちょっとどこまでどうやったらいいかっていうのがやっぱり分からなかったりとかするところもあったんですけど、うん、なんかそのいろんな方々にやっぱり協力してもらってこう成り立ってるんだなっていうのをすごい感じれましたね、うん、本当にすごい毎年なんですけどすごく感謝してます、うん、本当にありがとうございますって感じです、うん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 、本当皆さんなんか自分からやるよやるよって感じでやってくださるのすごいありがたいなと思って、いいですね、いいですよねじゃあちょっとここで1曲
挟んで、次はあのなぜこう芸能公演の元芸能公演っていうかあのがの収益っていうのがどういうものでどういうふうに使われているのかっていうところをちょっと踏み込んで説明っていうかまあお話ししていきたいと思います。では曲紹介の方一曲あのうぬかさんの方からお願いしてもいいでしょうか。はい、じゃあちょっと寒くなってきたので冬っぽい曲でいきたいと思います。グレイでウィンターアゲイン。あ、自治会長会ですね。良かったですよ。面白かった。あ、あれですよ。それも触れながら。天使の誘惑っていう香り順のその人の歌を合わせて、カジャリブを踊ってたんですよ。意味がわからないですけど。どういうことですか。歌の踊りが全く違うんですよ。別物だったんですよ。カギアレフの、 あの踊りで、この歌に合わせて踊ってたっていう、本当に全然、なんか全く違う踊りだったから。でも楽しかったです。なんかみんなすごい化粧とかもしてて、本当に誰が誰か分からないんですよ、会長さんたちが。あ、しかも酒盛りしたっていう。でも、まあ、でもそれぐらいやっぱりあの本当に緊張してるからこそやっぱいいもの見せたいっていうのはすごいなと思った。結構2時から来てたんだ。なんか結構早い時間から来て、もう準備してますでしょ。すごい公演が5時までかかってました。3時間はちょっとやっぱり長いなって思うところです。もしあったら時間的に都合もあるから端折ってけど、端折らない方がむしろいい。まあ、端折ってもいい。これ言うだけだったらあっという間に終わるかもしれない。はい、お送りしています曲はグレイのウィンターゲインです。なんか冬って感じですね。ザ冬ですね。私この曲大好きなんですよ。なんかもう冬が来たなって感じがするのと、あとその時のプロモが超絶寒そうっていうです、ね、沖縄ではありえない光景で、雪景色の中歌うあの感じがちょっと冬っていう感じがとってもして大好きなんですけど、うん、っていう、まあ、その話は置いといて、ちょっと置いといて。まず、あ、ちょっと、芸能公演の、うん、まあ、歳末助け合いチャリティっていう形になってるんですけど、はい、歳末助け合いってどういうものなのっていうのと、あとこの、公演でやっぱり収益が出ますよね、うん、はいはい、関わった方々や、まあ、うん、この収益がどういうふうに使われているのかっていうのをちょっと中ほどさんの方に振って、うん、はい、行きたいんですけど、はい、
まあ、この歳末助け募金という、まあ、説明なんですけど、この歳末助け募金とはですね、あの新しい、まあ、年を迎えるにあたりまして、まあ、福祉支援を必要とする世帯が、地域で安心して暮らせることができるよう、うん、まあ、こういった配分事業というのを行っておりまして、うん、やはりあの私たちあのつながり支えみんなの地域づくりというのを実現に向けまして、うん、毎年ですね12月1日から1ヶ月間、はい、この募金活動を行っておりますね、はいはい、1ヶ月間ってことはまだまだまだ12月の末まで、そうですね、12月1日から12月末まで、はい、うん、行ってますね、はい、基本的にはそういった形で取り組もうということで運動期間を設けてます、はいはい、具体的な授業内容というのはどういうものがありますか、はい、そうですね、3つ、まあ、大きくありまして、1つ目があの見舞い金の支給事業ということで、まあ、あの、まあ、ちょっと生活、経済的に生活 の、 あの支援を必要とする世帯への見舞い金支給ということ、うん、はい、明るい正月を迎えるために見舞い金の支給をしてますの、はい、してる事業が1つあります、はい、で2つ目にあの、まあ、自治会単位でのふれあい交流事業ということで、はい、まあ、高齢者障害者をあの中心とした、うんうん、あの中心児童婦人青年等が参加できる事業のですね、うん、ふれあい交流会というか、例えばですね、うん、まあ、新春のマラソン大会ですとか、はい、あとグランドゴルフ大会とかですね、はい、あとまた、うん、あの社協でもあのキネトスを貸し出してるんですけど、新春 の、 あ の、 キネ、はい、あの餅つき大会とかですね、はいはいはい、あの各自治会で取り組んでる事業があります、はい、で最後に3つ目ですけども、あの新入学のですね学用品等準備支援事業ということで、はい、まあ、あの経済的な理由から、はい、まあ学用品等の準備が厳しい世帯に対してですね、はい、来年小学校1年生中学校1年生に上がることですね、うん、に、まあ、そういった、支援をするということで、その事業を行っております、はい、この3つ大きく、まあ、3つの事業からなっております、はいはい、でこの3つの事業にこの収益が使われているわけなんですけれども、はい、その、まあ、募金 の、 この募金方法というのはどういうものがありますか、うんうん、はい、はい、そうですね、募金方法大体大きく分けて4つあると思うんですけれど、いくが今あの前半でご紹介したチャリティー芸能公演とかのこういったあのイベント の、 あの収益金が、はい、歳末助け合いの募金に、うんうんうん、当てられています、はい、で2つ目に、個別募金という募金がありまして、はい、これが、自治会単位で、行っているものなんですけど、うんうん、自治会の民生委員さんとかがちょっとお宅に訪問してちょっと募金お願いしますということでお願いしているんですけど、だいたい目安額200円ずつでお願いしている募金になります、うん、はいはいはい、で、3つ目が、職域募金っていう募金になって、うん、これが企業さんですとか、はい、市役所など の、 あの職員さんに、お願いしている募金になるんですけど、はい、とこちらが、そうですね、大体目安額500円からちょっと管理職の方はちょっと1000円お願いすることもあるんですけど、大体それぐらいのお値段で協力をお願いしております。で最後に、それあるのが、法人大口募金になるんですけど、うんうん、であの会社さんとか、うん、まれにちょっと個人の方でもたくさんご寄付いただく方いらっしゃるんですけど、うんうん、はい、そういった方にちょっとあの、まあ、大きめな金額で一口5000円からで、うん、あのお願いしているものになっていて、はい、こちらの方もあのご協力お願いしますということで、はい、うん、私たちの方からお願いしております、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、12月いっぱいまでまだまだ期間がありますので、はい、皆さんに協力をいただきたいですね。そうですね、まあ、こ の、 あの募金はですね、はい、またあの所得税の控除とか の、 あの税制の優遇措置も受けられる、あ、はいはい、あの赤い羽と一緒 の、 あの一環で行われている募金活動でもあるので、はい、まあ、このラジオを通してですね、あのぜひあのそういった、世帯の支援ということで、もし配分あのこの今のラジオを聞いてですね、ぜひ募金をしたい方がいましたら、うん、まあ、社会福祉協会の方に来て、はい、あの連絡があればと思います、はいはい、ぜひ社協まで問い合わせにてください、はい、よろしくお願いします、 します、でまた年末の時期なので、あの、まあ、よく耳にするかと思いますが、年末調整とかっていう時の税制控除になるってことですよね、うん、そうですね、はい、なります。で、まあ、寄付、まあ、それのためにとかっていうわけではないとは思うんですけど、うん、まあ、その、 あの控除にもなりますので、よろしければという感じですかね、感じですかね、というか、まあまあまあ、あの皆さんの善意で本当に成り立っていると思いますので、うんうんうん、でまたあの自治会でいろいろ協力も今いつもいつもあの社協もいろいろご協力いただいてるんですけど、あの自治会単位の個別募金以外にも
毎年自治会長会で自治会長の皆さんには芸能公演にも出演いただいてますよね。そうですね、はい、民生委員の方々も、もちろんですね、ですよね、はい、もう、なので、なんか本当に毎年こう出るイベントに出るってすごく大きい協力だなと思うんですけど、うん、やっぱ一回大きいこのイベントに出るのにこうみんないろいろ準備がやっぱり必要になってくるので、うん、それを心よくこう受け入れてくれてる皆様に本当に感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございますそれがなければこういった事業もできないので本当にもう感謝の気持ちでいっぱいですね、本当に、うん、ありがとうございます。本当にたくさんの力が合わさってできてるんだなと、もう本当にイベントを通して本当に実感しましたね、うん、そうですね、はい、なんか一つの大きい舞台作っていくってすごい大変じゃないですか、うんうん、でもそれをなんかいいよいいよっ て出るよってやってくださるすごいありがたいですよね、うん、大きいですね、とってもね、うん、やっぱり、うん、とか言ってちょっとここはしみじみ噛み締めて噛み締めてちょっと中ほどさんにちょっと総括っていうかこの言葉をいただきたいです、はい、そうですねまあ、私はですねこの財源とかこういったチャリティー公演を担当してるんですけど、うん、毎回のことなんですけどやはりこういった多くの方々の支援、うん、協力があってこの事業成り立っております。でそういったお金をですねまた必要とする方々へ支援という形で配分しておりますので、本当にもう私宜野湾市民をはじめさまざまな方々にも感謝の気持ちでいっぱいでございます。またこれからもぜひ私たち社協の事業を通して支えていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ちょっとここでもう時間も少し迫ってきましたので、そうですか迫ってきましたので、はい、ちょっとここで社協からのインフォメーションに行きたいと思います。はい、お願いします。もう12月に入りましたので、やっぱり各種イベントが多いじゃないですか、はい、街でも街でも街でも巷でも巷でもあるんですけど、社協の方でも、うん、各種福祉団体等の、まあ、事務局等を扱って取り持っていまして、以前に母子家夫福祉会、宜野湾市の母子家夫福祉会の会長、豊島会長の方にちょっとご出演いただいて、うん、いろいろお話をしていただいたんですけれども、はい、その母子会のクリスマス会、また、宜野湾市手をつなぐ親の会という団体がありまして、そちらの方は、市内に在住する、知的に障害のある子を育てる保護者の会があります。でその子たち まあ、親の団体さん、集まりの、団体さんなんですけど、そちらの主催の、クリスマス会の方ももうちょっと期日迫ってて、まあ、今週の日曜日ですかね、日曜日、うん、12月10日ですかね、うん、なんですけど、そのクリスマス会の方もあります。でちょっと内容についても詳しいことは社協の方にちょっと問い合わせていただいて、んー、まあ、でもまだまだ参加は募っていますので、はい、どんどん申し込みいただいて、興味ある方は大丈夫ですかね、大丈夫です、うん、まだまだ申し込みの方は受け付けておりますので、ちょっと興味あるなとか、まあ、母子会のクリスマス会も控えてますので、まだまだ知らない方もちょっと多いかなと思うんですけど、うん、ちょっとこのラジオ聞いてちょっと気になるなって思ったことがあればいつでも社協の方にお電話ください、はいはい、担当の者が皆さんをお待ちしておりますので、はい、ぜひ電話をお願いします。ぜひぜひ電話をください、はい、で、まあ、クリスマス会の告知は以上なんですけど、クリスマス会というか、まあ、各種イベントの告知は以上になるんですけど、一応来週は、野田圭一区をの、うん、会長さんの方をちょっとゲストにまた、うん、お話を展開していく予定となっておりますので、はい、また来週もぜひ聞いてほしいなと思っております。よろしくお願いします。でまたちょっと急に寒くなってきてるので、ちょっと体調の方もみんな気をつけていただいて、うん、いただいてとか何なんでしょうねちょっとなんか元気に本当に正月を迎えたいなと、私自身もちょっと倒れそうなんですけどちょっと寒さが私ちょっと苦手なので、ちょっと風邪ひかないように頑張ろうと思っているところなんですけど、みんなも気をつけて、はい、もう私も寒いのもう全然ダメです全くもってダメです私は大丈夫です。中本さん昨日半袖でしたよね。
はい、すいません、季節感があまりないと言われるんですけど、はい、昨日半袖でした今日は長袖つけてますけど、はいはい、じゃあちょっと中尾さんに負けないように私たちも体調の方は気をつけていこうと思います。私たちは着込んで体調管理を体調管理をします逆に自分風邪ひかないか心配です。こんな風になってしまうと気をつけます。はい、気をつけます。気をつけてくださいね、はい、という感じなんですけどそれでは本日のお相手は社協企画調整係テリアと、はい、企画調整係宇野川と、中尾で放送いたしました。はい、また来週も聞いてくださいね。せーの、さよなら。